いやー、映画銀魂盛り上がってますね。何テンション上がってるやろか、新八。別にお前は関係ないやろ。おしゅん、橋本、な、須田正樹の人気のおかげね。そもそも銀魂なんて毛ほどの興味もないやつばっかある。今頃みんなグラブってるね。いきなり危ない発言するんじゃねえよ。そもそもなんでアニメが休みの今、俺らこんなところに駆り出されているわけ？私たちの夏休みを邪魔するなよ。まあまあ落ち着いて。実は今回重大な発表があるんです。それは、そう、バンダイナムコさんが再び僕らのゲームを作ってくれることになりました。おい、唾吐くなよ。なんだ、何、二人ともどうしたんですか？ほら、もっと喜びましょうよ。騙されちゃダメね、新八。実写映画で獲得した何にも知らない新規ファンに売り込むつもりある。完全な便乗商法ね。全く懲りない、悪びれない、それが奴らのやり口ある。実写が大成功し、コミックスの売り上げも V 字回復、アニメもなんだかんだで10月から放送決定だがな、新八。知っての通り、ゲームだけはさっぱりなんだよ。いや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 、そんなことないですよ。忘れてるかもしれないですけど、僕たちのゲーム6タイトルも発売されてるんですよ。十分成功してるでしょ。甘え、天津甘栗より甘え。人気ゲームってのはな、普通2、3とシリーズ化していくもんなの。それに引き換え俺たちときたら、シミュレーション、アドベンチャー、 RPG に果てはボードゲーム、完全に方向性見失ってるよね。買ってくれたお客さんに失礼だろうが。どれも銀魂らしいいいゲームだったでしょ。面白い面白くないじゃなくて、バンナムの姿勢の話ある。だとしてもまたゲーム化してくれるんですから、僕らも一緒に頑張りましょうよ。そもそも俺はバンナムに聞きたいね。ドラゴンボールやナルトは毎年のように何本も出しておいて、なんで俺たちは4年も空いたわけ？俺たちは今や小栗旬、橋本の山崎なんだよ。中途半端な企画でゲーム化を許可すると思ってんの？そうね、千年に一本の名作出す気合で持ってこいよ。お前ら実写化でどんだけ態度でかいんだよ。でもバンナムさん、今回で最後だから頑張りますって言ってましたよ。え、さ、最後？新八くん、それ本当？どうせまた終わる終わる詐欺ある。だよね、金ちゃん。いや、最後なので大きく勝負します。って特報映像も届いてます。二人ともあんまり乗り気じゃなさそうなんで、最後にこれを流して終わろうと思います。お、俺はユーザーが飽きないよ。いろんなジャンルに挑戦し続けるその姿勢はすごくいいと思ってるからね。ちょっと恥ずかしくて言えなかったってけねえんだから。何度失敗しても諦めない、それがバンナムのいいところね。あの、今更媚び売っても遅いと思いますよ。俺たちはよろずやだ。